モード・ワトソンはイングランド・ロンドン生まれの女子テニス選手。1884年に第1回大会が行われたウィンブルドン選手権女子シングルス部門の初代優勝者として知られる。1884年と1885年最初の2度優勝した。世界最古のテニストーナメントであるウィンブルドン選手権は1877年に オールイングランドローンテニスクローケークラブで第1回大会が実施された。最初は男子シングルスのみで始まり、初代優勝者はスペンサー・ゴアであった。女子シングルスはそれから7年遅れて、1884年に第1回の競技大会が実施された。参加選手は13名で、決勝戦はモード・ワトソンと7歳年上の姉。 リリアン・ワトソンとの姉妹対決になった。試合はモードが6から8、6から3、6から3の逆転勝ちを収め、ウィンブルドン選手権の第1回女子シングルス優勝者になった。男子シングルスでは、1878年の第2回大会以後、大会前年優勝者を除く他の選手たちがチャレンジラウンドを1回戦から勝ち抜き、 それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦うオールカマーズファイナル方式で優勝を決定した。1885年の女子シングルス第2回大会は通常の勝ち抜き戦で行われ、1886年の第3回大会からチャレンジラウンドとオールカマーズファイナルを導入している。百八十五年の第二回大会で大会前年優勝者のモードアトソンは、 順調に2年連続の決勝戦に進み、ブランチビングリーを6から1、7から5で退け、大会に連覇を果たした。1886年から女子シングルスに導入された方式で、ワトソンはチャレンジラウンドの勝者を待つ立場になったが、そこを勝ち上がったビングリーに3から6、3から6で敗れ、3連覇を逃した。モード・ワトソンのテニスウェアは、 現在の女子選手たちが着用するようなミニスカートやワンピースとは大きく異なり足首までの長さがある白いドレスをまとってプレイしていたという。これが現在のウィンブルドンでの試合のユニフォームは白色が義務というルールの起源となった。時代の流れとともにテニスウェアのファッションも少しずつ変わってきた。後年、ワトソンは1934年に名門、 エドグバストンローンテニスクラブの代表に就任した。現在、このクラブでは、ウィンブルドン選手権の最初の前哨戦である、エ語ゴンクラシックが6月第2週に開かれ、優勝者には、彼女の名前を冠した、モード・ワトソントロフィーが贈られる。第1回ウィンブルドン選手権で行われたリリアンと、モードの、ワトソン姉妹対決の決勝から117年後、2001年の、 全米オープン女子シングルス決勝で、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹が、姉妹対決の決勝を実現させた。この決勝対決は、ウィンブルドン選手権でも2002年2003年2008年2009年の4度、実現する。2017年全豪オープンまで、総計9回行われた、黒人姉妹の決勝対決は、妹のセリーナが7勝2敗で大きく勝ち越している。 ありがとうございます。